ベンマイクリーはイギリス海軍の水上規模艦。元はフェリーから改装された艦である。艦名は、マンシ島語で、レディオブマイハートを意味する。艦尾から撮影された、本艦1908年、乗客2500人を2つのクラスにて運ぶ。フェリーとして浸水し、マンシ島航路で運用された。第一次世界大戦の勃発に伴い、1915年1月1日に、 イギリス政府によって借り上げられ、水蒸気母艦に改装された。後部に格納庫及び水蒸気の洋臭用クレーンが設けられ、発進には前方を用い、整備設備も追加された。当初はハリッジを母港とし、ベルギー沿岸で活動した。3月3日、ソッピースシュナイダーによるドイツ沿岸の空襲を試みたのが、初の実戦であった。ただし、 ノームのためこの空襲自体は中止された。5月6日、駆逐艦レノックスと衝突したが、損傷は軽微であった。5月11日には、再度の空襲を試みるが果たせず、さらに飛行船を発見して、迎撃を試みたが、エンジン不良によりこちらにも失敗した。5月末、搭載機を砲撃観測に用いるため、ダーダネルス海峡へ向けて出航した。 8月12日、搭載機ショート184による14インチ航空魚雷の使用により、史上初の搭載機による艦艇攻撃を果たした。この時目標となった艦は、すでに e 級潜水艦 E14 による雷撃を受け、座礁していたものであったが、17日には航行中の船舶に対する雷撃を行い、成功させている。 トルコ軍からの砲撃により炎上する本艦ガリポリの戦いの収束とともにポートサイドに移動したが2月11日同地で蒸気船ウガンダと衝突し選手に損傷を受け応急修理を余儀なくされた3月13日から4月26日にかけてドック入りし本格的な修理が行われたその後数ヶ月にわたりポートサイド及びアデンを根拠地として観測 警察、空襲に従事した。1917年1月11日、ドデカネス諸島のカステロリゾ島沖に停泊中、トルコ軍の陸上砲台からの砲撃によって、撃沈された。残骸は、1921年に引き上げられた。ありがとうございます。